お前には誰も守れない。自分さえもな。大丈夫？非常警戒態勢を発動。手配 ID の疑いあり。後部車両より車両チェック並びに隔離準備を開始します。大変。お前ら早く来い。クラウドはそいつらお願い。ほら早く逃げて。どういうつもりだ。そこならきっと安全だから。私は信頼社員だ。敵だろ。敵じゃない。みんなを守りたいの。お願い。こっちは私が面倒見る。守るから。キリがないな。手配 ID 所持者3名の隔離を確認。相当フェーズに移行します。ソルジャー様の言う通りってば。仕方ない。は？駅は包囲されているはずだ。飛び降りよう。マジか。速度を落とせばいい。それビックスのプラン E だ。先に行くぜ行くぜ行くぜ。よティファ。何の話だ。じゃあ出会いを記念して。面倒だな。聞こえてますけど。いらない。まあまあそんなこと言わないで。本物のお花貴重なんだよ。彼女さんにあげたら喜ぶこと間違いなし。いくらだ。値段は相手見て決めるの。あなたはただでいいや。バカにするな。握るでいいか。握る？これ本物のお花だよ。三ギルか。そう。全然足りませんけど。それにただでいいって言ってるのに。あ、追い払おうとしてる。しかも5ギルで。そうはいきませんからね。え？花言葉は再会。警告しておこう。俺は強いぞ。うん、そんな感じするよ。脅しには屈しない。ああ怖いお兄さん、脅しに来るとか警戒してる？ないない、そういう心配しなくていいから。マコーロが爆発したんだ。あんたも今夜は店じまいして。助けて。武器を捨てろ。
地面に置け。ゆっくり。当然の結果だ。マリン。父ちゃんお帰りなさい。ただいま。お帰り。あ、いい子にしてたか。うん、ティファと遊んでた。おお、そうか。よし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 。お疲れ様。うん。それどうしたの？ああ、本物でしょ。珍しいね。ん？え？意外だな。クラウドこんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わるさ。え？バレットに話がある。うん、入って入って。したんだよ。ずっとニュースばっかりなの。マリ、父ちゃん今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して念々しような。片付けが終わるまでマリンの相手してあげてて。俺が？もちろん。ああ。てめえ！バレット、マリンに何しやがった！知らない人とは喋っちゃダメって。え？偉いぞマリン、父ちゃんとの約束忘れなかったな。偉い偉いぞ。じゃあお休みの時間も守らないとな。いや、父ちゃんとお話しする。特別だぞ。あ、そうだ、ご飯食べる？いや、報酬の話をしたい。あ、そうだよね。あのね、クラウド、ちょっと外で話そう。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はタダ。ああ、助かるよ。この202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。なんて？なんて？ああ、同郷の友達が部屋を探してるって、それだけ。まずかった？いや、いいんだ。そっちは？そこは遅いから明日になったら挨拶しようか。とりあえず寝起きするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから、気持ちよくポーンと払いたいんだけど。500？ 作戦の準備で物入りだったから今アバランチにはお金がないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。はあ、当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ？あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまりあと1500だ。助かる。じゃあ明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。Mm-hmm.
ああ、マリンが眠ってるの、静かにね、うん、じゃあ早速働く？JS フィルターの交換に行きたいんだ。ジェシーが作った汎用毒性物質除去フィルター、水の嫌な匂いが取れるって評判で、この店よりずっとお金になるんだよね。この辺りのほとんどのうちが使ってるから、新しいのを持って行って代金と古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事、聞いてる？ああ、勘弁してくれ。揉め事がないなら俺の出番はない。踏み倒す気満々の人もいるんだね。お守り代わり。さっさと片付けるか。ありがとう。ついでにスラムを案内するね。回収した代金はそのまま受け取って。来たばかりで何かと入りようでしょ。助かる。それでも足りない分は後で渡すね。今バレットもお金をかき集めてるから。今日中にもらえるなら構わない。セブンスヘブンのことばっかり聞いてて。上から仕入れたアイテムもあるよ。アイテム屋といえば、こんにちは、 JS フィルターの交換です。ティファちゃんいらっしゃい、待ってたよ。あれ、そいつは？集金係のクラウドです。お代は彼に。あんた、うまいこと言ったな。その役に変わってくれよ。あんたには無理だ。あ？クラウド！そうだ！せっかくだから、買い物すれば？見るだけ見てみよう。冷やかしか。気が乗ったらまたどうぞ、ティファちゃんと一緒にな。それじゃ、またお店で。いつもの用意して待ってます。上から仕入れたアイテムもあるよ。店の常連さんなの。買い物をするとおまけしてくれるよ。俺にはどうだろう。もう少し愛想よくする？おまけ目当てで？ありえない。じゃあ次の集金は展望層の大家さん。もうあった。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから、愛想よくね。上が困るのはいい君だぜ。火事件の犯人はアバランチですって。何の問題起こして。マールさん、フィルター交換です。ティーパー、待ってたよ。おや、あんたもいたのか。仕事だ。顔。集金係を頼んだの。ちゃんとお守りよ。私結構強いからそれは大丈夫。知ってるよ。でもクラウドにやらせないと。こんな愛想なしだもの。戦うことくらいしか取り柄がないんだろ。そんなことは。顔。最善を尽くす。覇気がないね。疲れてんのかい。だったら部屋でしっかり寝るんだよ。スラムの心得その1ね。そういうこと。ほれ、手を出しな。マーレさん、ありがとう。じゃあ行くね。ティファと仲良くするんだ。あ、しているつもりだ。うわっ面だけだな。そんなのはね、吐いて捨てるほどいるんやん。あいつらとは違うんだろ。行きな。先にフィルターを交換しちゃおう。ああ、終わったら来て。待ってね、急いで終わらせるね。
できた。聞かせて、村を出てからのこと。え？約束したよね。ほら、自警団のところで。ああ。ん？戦争中、ソルジャーは英雄扱いだった。うん。毎日ニュースを見てた。でも、俺がソルジャーになった頃には状況が変わっていたんだ。憧れていたような仕事はなくて、シンラのために働くただの。使う仕事だ。久しぶりに会ってするような話じゃない。うん、わかるよ。でも不思議だね。お別れしたあの時、あの場所からうんと離れたこんなところでまた会えるなんて。そうだ、再会のお祝いしよう。うんとおしゃれして。おしゃれ？私だってするときはするよ。服あるのか？ないけど用意するの。どういうのがいいかな？大人っぽいの。お互い年取ったもんね。私と釣り合う服を選んでね。わかった。楽しい計画っていいね。ああ、いいな。さて、楽しい気分になったところで店行こうか。休まなくていいのか。時間もったいなくて。マーレさんには内緒。さん、フィルターは交換したよ。また店に行くね。行ってらっしゃい。おや、ずいぶんご機嫌だね。そう？別に普通だよ。やるじゃないか。いい顔だ。これからも頼むよ。今後の分まで先払いしとく。頼んだよ。ジョニーは職務質問されて、ほら、ああいう性格だから。マーコールの爆発柄だろ。ジョニーのやつ、いつもみたいに怒られて釈放ってわけにはいかないかもな。ジョニーを助けなくちゃ。アバランチなのか。違う、ジョニーは私たちがアバランチだと薄々気づいていて、そして口が軽いの。なんとかして助けなくちゃ。私行くね。俺も行く。え？でも今日は世話になったからな。礼だ。ありがとう。行こう。ネズミの巣にならずに行ったた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 
腕がもげらーって、そんなに引っ張るなって、全然暴力反対。クラウド、あそこに隠れよう。痛いってな、お市民に何するんだ。火薬を盗んでおいてよく言うな。倉庫の入場記録にお前の ID が刻まれてるんだ。おい、なんかの間違いだ。神羅の倉庫なんて近づいてもいない。まさかケーキ、あの子言うてんの。ID は引っ掛けだ。お前の ID で神羅の施設に入れるわけないだろ。さて、じっくり話を聞かせてもらおうか。大変、ジョニーの口が滑っちゃう。行くか。うん、クラウドは兵士の気を引いて、あとは私が何とかする。そいつを話せ。ん？なんだお前は、仲間か？なんだ、誰かいるのか。ああ、助けに来てくれたんだな。なあ、あんたら、暴れ！どういうつもりだ。もうやるしかないよね。やってやる。ヘッド、見せろ。やれ、見せろ。死にたくなかった街を出る。はい、世界の果てに消え去ります。本当に行かせていいのか。遊びじゃないんだろ。そうだけど、もう十分。こっちは放っておこう。クラウド、怖いよ。兵士が起きちゃう前に離れよ。ジョニー、大丈夫かな。自分の心配をした方がいい。ここから離れよう。うん。どうした？クラウド、やっぱり変わったね。どこが？例えば、うん、その目。前はもっと。ソルジャーだからな。魔法の目だ。そっか。さあ、店に戻ろう。そうだな。でも労働の後はお楽しみ。スラムの天国セブンスヘブンで癒しのカクテルをいかがですか。ティファ、私もちょっと疲れちゃった。ねえ、ミッドガルにはずっと。そうだな、この辺りで仕事して金を貯める。そっか。じゃあどうする、もう少し街を回ってみる。そうするか。どうする、店に入る。ただいま。おかえり。お散歩。そんなとこ。おい、下に全員集合だ。あ、今から。じゃあ次の作戦は。マリン、店の前でジェシーを待っててくれ。うん。
次の作戦、明日決行になった。今から作戦会議。会議の前に報酬をもらいたい。取り込み中だ。会議が終わるまで黙って待ってろ。ティファもすぐ来いよ。本当ごめん。もう少しだけ待ってて。お詫びに。どうぞ座って。何にしましょう。きついのくれないか。くれるお客さん多いんだ。人気なわけだ。お客様、さすがお目が高い。続きましては、当店名物コスモキャニオンでございます。綺麗だ。行かなきゃ。ごゆっくり。いる？ああ、ずっといなかったね。散歩だ。はあ、そうだ、ジョニーと会ったよ。ミッドガルを出るって。ん？ああ、あいつか。クラウドはしばらくミッドガルだよね。あ、古い友達がピンチらしくてな。そんな時は助けるって約束したんだ。あの頃に想像していたピンチってこんなんじゃなかったな。話したいなら聞くぞ。あれ？なんか雰囲気変わった？俺か？柔らかくなったような。変化？ううん、いい感じ。これならマリンも怖がらないと思う。うん。帰ってきたって分かったらほっとしちゃった。はあ、すごい睡魔。いろいろ話したいけど今夜はもう眠った方がいいみたい。ああ、おやすみなさい。おやすみ、ティファ。